ホッケーいかがでございましょうか。2024年6月22日土曜日、日本時間午前11時となりました。デモクラ TV 本会議、今日もスタートでございます。今日の担当は私、川崎隆之でございます。よろしくお願いいたします。ということで、こちら東京中目黒のスタジオでございます。東京、七夕に向けてバタバタとしているというですね、ダジャレみたいな状況が続いておりまして、本当になんだか冗談みたいな選挙になっちゃいましたね。何かそうね、記憶としてはこういう状況って、私が小学校中学校の頃読んだ筒井康隆の小説に出てきそうな、状況だなと。世の中の仕組みというのを全然違うコンテクストで、捉えて、全然違うものをそこに浮かび上がらせていくという、まあ、だから結局システムシステムとは言うけれども、使う人間なんですね。それこそ銃で、熊を射止めることもできれば人を殺めることもできるってよく言うんですけども、まあ本当ね、これどうしたもんか、人間が何とかしなきゃいけないんでありますが、そんなことをこうぼやいている場合ではありません。今日はですね、また5つの話題をこう用意しているんでございますが、まずそれじゃあ今日の出演者の皆さんをご紹介いたしましょう。まず最初、弁護士の小島敏郎さんです。よろしくお願いします。もう今弁護士というふうにご紹介しましたけども、もう皆さんなぜ、小島さんが来ていただいたかはもうテレビご覧の皆さん多分お分かりかと思います。今日はその話題どうぞよろしくお願いします。そしてメディアクリエイティブディレクターの前北美和子さん、おはようございます。おはようございますよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてジャーナリズム、その前に、こちら環境ジャーナリストで明治大学客員研究員の村田和子さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。それからジャーナリズム研究家で元共同通信編集局次長の丸山茂武さんです。おはようございます。よろしくお願いいたします。今日はね、もうトントンと参りますよ。多分ね話が時間が足りなくなっちゃうと思うんでね。でここで、いつも通りちょっと爽やかに、今日の植物、はい、石川県の美市の奥田さんからでございますが、爽やかと先ほど申し上げましたけど毒ダミでございます。ね、匂い、たまんないですね、あれね。アルデヒド由来の匂いというふうに書いてくださっております。ただ毒ダミという割に毒素は持たないんだそうで、これ葉っぱを干してお茶にするとなかなかいけるというのは私も飲んでますんでね、よくわかりますが、不思議ですね、お茶にするとあの匂い気にならなくなるんですね。前北さんとかは毒ダミとかお茶にして飲んでそうな感じがそんな決めつけちゃいけないんですけど、笹の葉っぱは、はい、よくストーブの上でこう軽く焦がしてクシュクシュってやって美味しいですよね。ね、そうですね。はい、村田さんもお好きでしょ。うちの父がですね、はい、庭に生えている毒ダミをお茶にして、それでよく飲ませてくれて、毒が持ってるんじゃなくて毒を排するので毒ダミっていう。あ、そういうことですか。デトックス、ね、デトックスですね。毒ダミよみたいな、そういう失礼しました。ダミよじゃないと思う、ね、和ましてどうするって、いや和んでいいんでございますよ。世間話のようにね、大事な話を伝えるということでございまして、それではもう早速今日の項目をご紹介しちゃってよろしいございましょうか。はい、じゃあ今日の項目5項目です。まず、最初はこちら特集でございます。東京都知事選告示と経歴詐称告発。はい、もう今回の都知事選、なんかコロナ前に1回選挙がありましたけども、盛り上がりと全く違う盛り上がり方になっております。今日はその特集でございます。2つ目、政治資金規正法改正のお粗末ということでございますね。本当にこれ実はお粗末だったという話、先ほど放送が始まる前にちらっと伺ったんですが、なんだかもうザルだらけというか、逆にそのザルに誰も気づいてないのかよみたいな、ちょっとねそういうふうなことも思いましたんで、そのあたりをもう洗いざらい語っていただきたいと思います。3つ目、日本の学費は安すぎる、と、高すぎるじゃなくて安すぎるということですね。ああ、そうなんですか。ちょっとこれについて気になりますね。はい。4つ目、渋谷飲酒禁止でいいのか。例の路上でお酒飲みまくるという、あれがいいのかという話でございますね。私もね、それはね、若い頃はね、やったことありますよ。でもね、車ひっくり返したりはね、とてもとても思いつけませんでしたね。5つ目、エネルギー基本計画を考える。もう本当に、この番組では、ずっとエネルギー問題、特に、
この原発に関係する問題ですね、これを継続的に扱っておりますが、今日はこの基本的なこの基本計画について考えるという項目でお送りしたいと思います。それでは何か、今日はお知らせをお持ちでしょうか。はい、では前北さん。はい、はい、すみません。6月29日に石川県の渡津町で蛍、はい、の里シンポジウムが行われます。でこれは全国の蛍の専門家が一堂に会するという、でその、まあ、主催者になっているのが太田農場という、完全無農薬でお米を作って、お米と蛍を同時に育てているという、まあ、気概のある太田農場というのがあって、そこが開催しています。で渡津町集会場っていうのはその太田さん家の隣に立ってるんですけれども、まあ、過疎になり、年を取った方たちが耕作放棄をし、それらの田んぼを全部集めて、もう村一個分一人というか一家で孤軍奮闘しているという太田さんが主催する、それを全国のホタル専門家たちが、まあ、支援も兼ね、まあ、ボランティア自費でやってきて話し合うという、この石川県白山町渡津町炉の106というところなんですけれども、ぜひお近くの方はいらしてください。能見町から近いですね。これ石川県の内陸の方ですか？そうです、小松です。だからいつもお花を送ってくださる方のうちの近くです。はい、うん、まあ、全国でご覧になっているので、能見市がどこかもご覧、多分お分かりにならない方が多いと思うので、金沢と小松の間ぐらいです。そう言われると分かります。はい、はい、そうですか。はい、ホタルとお米がセットになっているっていうのはいいですね。どちらも水がきれいだと美味しくなりますしね、米もね。そうなんです、2種類の源氏ボタルと平家ボタル、川の源氏、田んぼの平家、両方見られて、日本で最大の、まあ、その3お米を作っていながら平家ボタルが飛び交うというのは日本で最大、NHK が最初というか、もうまだ1回しかやってないですけど、ホタルの生中継をお届けしたのがこの田んぼです。はい、そこでやります。その時 の, NHK の人たちもやってきて、一泊寝泊まりしながら合宿状態で話し合おうというシンポジウムです。ぜひご参加ください。はい、ぜひホタル、夢のような時間をね、ここで過ごしていただければと思います。ありがとうございます。はい、他にお知らせとか何かございますでしょうか。今日はよろしいですか。はい、ということでございまして、この後、いよいよ都知事選告示、ね、先ほど言いましたが七夕に向けてバタバタという状況、これについてお知らせを、お伝えをしたいと思います。ではここで一旦お知らせでございます。火消しとして生きる人のライフスタイルレディオ、レディオ火消しライブ始まります。1時間生放送でお付き合いください。それが破られちゃったんですよ。それはいとも簡単にトランプシリアの、そうです。あの時はこうびっくりして、何がどうなって、なんでみんながこうびっくりするのかっていうのはこれってことですね。そうです。だから日本ではなんかね、そこは改正法規上のね、問題はねほとんど話題にならなくて、だけど、でその流れですいません、メール次の流れって流れてないけどいいですか。すいません、時間短いですね。1時間しかないっていうのだから、もう次回も楽しみに見てください。どうもありがとうございました。どうも。毎週土曜日午前11時からお送りしておりますデモクラ TV 本会議、それでは最初の項目から参りましょう。小池百合子都知事の元側近の小島敏郎さんが国会内で記者会見し、小池候補が7月の東京都知事選挙に関してエジプトのカイロ大学を卒業したという虚偽の学歴を公表したとして公職選挙法違反の疑いで東京地検に告発状を提出したと明らかになりました。小島さんは地域政党都民ファーストの元事務総長です。小池候補が前回選挙前に公表した
カイロ大学の卒業証明書などをスライドに映しながら記載内容の疑問点を説明。嘘は良くない、検察は捜査に乗り出してほしいと話しました。この問題について当事者の小島さんにお話を伺うとともに、今回の都知事選の注目ポイントについて考えたいと思います。東京新聞19日朝刊2面ほかでございまして、小島さん、たびたびこちらにおいでいただいておりまして、ありがとうございます。今日はまずそのこの記者会見、この辺の模様とそれからまたいろいろ動きがあったと思いますね。そこをお話しいただいて、でいろいろ補足とかご意見なんかありましたら自由に、時間いっぱいまで、使って皆さん質問とかしていただければと思います。では小島さん、お願いいたします。はい、告発6月18日に告発状を提出して、それで記者会見をしました。で今東京新聞に告発をしたということは載っているんですが、メディアとしては、立派だなと思うんですね。他の新聞とかテレビあんまり見てませんけど、テレ朝は少し出た、ということですけれども、多くの主要メディアは、黙殺っていう。で今日産経新聞見たら蓮舫さんを事前運動で告発したっていうのはしっかり載ってるんですね。だから、選挙期間中だけどしっかり載ってると、だからこう告発をしたというその事実を、メディアが載っけるか載っけないかと、いうこと自体にその今のメディアの状況が現れていると思いますね。文藝春秋に手記を書いてから、3ヶ月ぐらい経つんですけれども、この間 の, その日本のメディアの状況ですね。で、これについては、前も言ったと思いますが、絶望的な状態と、でそれがどんどんそのあらわになってきて、前回の何日でしたか、小池さんが立候補表明する時の記者会見、18日ですか、フリーランスの記者が調動員さんとこととか言った途端にテレビ朝日 の, 記者が遮って、で、愚にもつかないと言っちゃ申し訳ないけど質問して、それで小池さんを逃がしていくと、まさに共犯者っていうことがテレビを見てる、その映像を見てる人ですねには分かってしまうと、そんな状態で、そのことについて都庁の記者クラブの中からこれじゃいけないという声も上がらないと、いう状態がずっと続いていると。で都庁の記者クラブっていうのは出先ですからね、それぞれの新聞社テレビ局の本部があるわけですから、そこがそれを許していると、それでいいんだと、いう姿勢なわけですよ。そういうところにその、日本のマスメディアが、いわゆるジャーナリズムとして、機能していないという問題が、明らかになっている。で、私がもともと告発をする契機になったのは神宮外苑の開発で、A さんと意見交換をしている時と、こういうことなんですけれども、で、そこでずっと話をしているのは今の新聞社の経営あるいはテレビ局の経営が不動産あるいはイベントを主体になっていて、でそれでいわゆる報道という赤字部門を採算部門として抱えていると。だからもう端的に言うと不動産屋が新聞を発行しているとかイベント屋が新聞を発行しているとか、でそういう状況になっていると。で、これは民主主義におけるジャーナリズム の, いわゆる表現の自由とかですね、報道の自由とかですね、そういうものを担っているそのジャーナリズムとしては非常に危機的な状況だ、いう話をして前もしたと思うんですけれども、それが一向にそれじゃいけないっていうことがジャーナリズムの中から起こらないで、むしろそれでいいんだと。で、神宮外苑の時は読売新聞と日本テレビがイベント屋さんで入ってるし、
富士山系グループの日本放送も入ってると。で今度は築地で読売新聞だけじゃなくて朝日新聞もその中に入っていると。まあということでメディアは生き残るために不動産とイベント屋をもう軸にして、そしてまあ編集の独立っていうところもまあ昔は聞いていたけど、どこへ行ったのやらという、まあ、そういう状態になっていて、まあ、その現実を直視した上でですね、立ち直ってもらいたいなと、まあまあ、小池さんの問題もあるんだけれども、その間非常に気持ちが何ていうか問題点だと思ったのは日本のジャーナリズムの現状と、うんいうことだと思います。まあ、それが第一点ですね。はい。この問題について、いかがでしょうか皆さん。神宮外苑の、はい、問題なんかはもうその事業者の中に、その読売新聞ですとかマスコミが入っているっていうこともそうですけれども、そのテレビとかですね、新聞大手のメディアにとってはスポンサーなんですよね。ですね。私かつてですね環境問題っていうのも誰もやらなかった頃からやってて、その時にですね日本テレビで番組をやってたんですけれども、環境のことを取り上げたいって言ったらですね、そのスポンサーに、はい、やっぱり忖度をしなきゃいけないと。でその番組自体がそのスポンサーから怒られるだけではなくて、局全体がドラマでも歌番組でももうスポンサーをしないぞと引き上げるぞっていうふうに脅されるからダメだって言われたことがあったんですね。で今それと同じ状況がですね、もっと露骨になされている。それはやっぱり日本の特徴として、私日本のすごい大きな特徴だと思うんですが、テレビはですね、まあ、全国ネットっていう番組とても多いですよね。で全国で同じニュースがその見られるっていうことと同時に、それがその洗脳装置みたいになっていると。で、そういうその状況っていうのをうまく利用されてしまっているなっていう気がします。うん、はい。で実際にこの記者会見を行われた、そこでもう一度それについてちょっと振り返っていただきたいんですが、はい、補足刑事告発をしました。はい、ちょっとそれをどんどんおっしゃってください。はいはい、刑事告発って普通の告発と違って、記者会見をやって思ったのは、それまではなんとなく都市伝説というか噂というかゴシップとかスキャンダルとか、はい、そういう感じで、はい、まあ、選挙に影響があるよねぐらいな感じで捉えられていたんですけど、その刑事告発っていうのは今までされてないんですよ。うん、こう何年もずっと小池百合子さんの経歴詐称ってこう選挙のたびに話題に上がるねみたいなのだったんですけど、一度も刑事告発されてなかった。で刑事告発することでようやくリアルなものになったっていうんですかね。うん、ごめんなさい補足でした。うん、はい、はい、でこの問題の核心についてもちょっと、はい、はい、まあ、今前北さんが言ったんですけど、小池さんの海老大学卒業疑惑って前からずっとあって、はい、で小池さんが言ってるように選挙のために出てくると、まあ、こういうふうに非常に迷惑だとおっしゃるんですけど、それ当たり前なんですよね。なぜなら公職選挙法の違反なわけですから、選挙に立候補をする、でそこに海老大学卒業って書いたから犯罪が成立する、うん、で3年経つと時効になる、はい、だから選挙のたびに犯罪が行われているんだから、ね、だから選挙のたびに問題になるのは当たり前でしょって、うん、いや選挙のたびにも出るから迷惑だって、だって選挙のたびに犯罪が行われてるから告発の議論が出るんですって。これ一種の類反ですよね。だから迷惑じゃなくて犯罪がそのたびに起きるから、はい、その問題になるんであってですね、そういうにちゃんと海老大学の話を全部けりをつけて、うん、で、質問に全部答えて、うん、でそれが本当かどうかということを自分小池さんも自ら解明に協力して、うん、で、みんなが納得すればそれはそれで
犯罪という問題は起こらないけれども、もう選挙のために犯罪が成立しているから、それは選挙のために起こるのは当たり前でしょっていうね、それはもう何を言ってんだろうねと、まあいう感じがありますね。で今回刑事告発というのが手記を書いてからいろいろあって2ヶ月ぐらいずっとそれにかかりっきりでやってたんですけれども、今北さん言ったけど、刑事告発って言われてたけど、検察庁に刑事告発をするとこの問題をというのが、初めてというのは、一つ驚きでしたね。いやそんなにずっとあるんだったらやれば誰でもいいからやればよかったわけです。つまり刑事告発って資格があるわけじゃなくて、犯罪があると思ったら誰でもできるわけですよ。で公務員であったら犯罪を見つけたらそれはしなきゃいけないという義務だから、もし選管の人がこれは嘘だと思ったらそれは義務としてやらなきゃいけないんですよ、公務員はね。だからそういうふうに思った人がいなかったってことですよ、選管にはね。だけど、あるなと思ったら、自分に限らず今まで問題だっていう人はそれぞれの立場から刑事告発をすればいい、刑事告発が A さんから、甲さんから出た、乙さんから出た、平さんから出た、誰でもできるんですよ、それぞれね。だからそういうふうにそれぞれの人が持っている情報でその刑事告発をされていけばいいんじゃないかと。で検察庁としてはそれをひとまとめにしてまたご判断をされるでしょうと、そう思いますね。で告発というのは犯罪の嫌疑があるので検察庁に対してその捜査をしてくださいという、そういう意味での対話なわけですよ。でもちろん私人がアクセスできない情報はあります。個人情報に関することは私人教えてくれない。例えば小池さんの成績証明書とか、いうのを出してくださいねと、これ普通出さないわけですよ、ね。例えば皆さんもそうだけど、私 の卒業証明書を大学 の東大の学生会行って出してくださいねって第三者が言ってはい出しますって、こんなのありえないけど、個人情報だから自分が申請すれば出してくれるけど、他人がその申請して出してくれるってことはないわけですよ、だからこれはちゃんと権限を持って秘密を守れるその捜査当局が公文書でその紹介をすると。で外国の場合には、捜査協力ということになるわけですから、任意の協力を求めるということですが、日本国 その捜査当局が公文書でもって、協力を要請をするというところまでいけば、カイロ大学が答えるか答えないかで、答えないという場合もそれは一つ の人々に対するそのメッセージだし、答えるという場合もどういうものが出てくるかと、いうことにもなってくる。ただそういうその検察のでなければ、取れない証拠というものもあるわけですから、検察にその捜査をしてくださいと、いうのが、刑事告発ですね。だからよく言われるように検察告発をしたらね、すぐに小池さんは有罪ですか無罪ですかとかね、でそういうこと、有罪無罪というのは裁判所だし、そうですね。でそれは刑事については検察が起訴して初めて裁判所に行くし、でその前の段階で指示ができることは検察に対して捜査をしてくださいという、そういう段階でね、でそれを始めたと。だからこれからは検察との、若干のやり取りが始まるというのが、今ちょっと刑事告発ですね。公の調査の手がこう入るということですね、刑事告発することによって。それを促すっていうことです。促すということ、ね。検察もお役所でね、もういっぱい案件抱えてるから、案件の重要性を見て、で、どういうふうに持っていくかと。だから18日に持っていって、
あ、そういうことがあるんだなということが分かった、うん、まあ多分、まあ、書類としては一番後なわけですよね、うん、まずの、はい、でまあこれからどういうものが必要かとか、まあ、いうことも含めて、対話をしながらでさらにやっていく。で、まあ、選挙期間中で小池さんが話したことも、はい、当然あの告発の対象になっていくわけだから、今やってるあの事柄もね、補充しながら、うん、また出していくってことになるわけですよ。それが補足になる、はい、もう一回出し直しにして新しくもうワンパッケージで出していくかどうか、まあ、そういうこともあるかなと思いますね、はい、でそのこのカイロ大学の問題になりますけども、はい、あのこちらで、卒業証明書のどこだ、などのスライドにです、ね、記載内容の疑問点を説明というふうにありますが、はい、これあのどういう感じのことなんですか、はいはい、まあ、小池さんはあの私がカイロ大学を出たのは事実です、ファクツです、うん、というふうに最初におっしゃるわけですが、はい、それが事実かどうかはわからないんですよ。だからそれを証明しなきゃいけない。そうですね。だから小池さんは事実ですってまず言い切った上で、でそれを証明するのは何ですか、そうなんだよねと、出たか出ないかっていうのは証明をすべき対象事実だって、はい、言ったから事実ではないと、だからそれは卒業証書と卒業証明書ですとおっしゃった、そうなんですよねとね、で普通そうだ、うん、じゃあ卒業証書と卒業証明書に何が書いてあるかということを、はい、皆さん読んだことありますかということだ。で実はこれは週刊ポストと毎日新聞というのは今まで訳したことがあるんです、はい、でただその訳が本当かどうかよくわからないので、うん、また独自にアラビア語ができる人に、訳してもらったんです。で分かったことは、はい、卒業証書って飾り文字で書いてあるんですね、あアラビア語の、はい、アラビア語が読めるからといって飾り文字が読めるわけではないということが分かった。そうですね、ものすごい難しいああいうことが分かりました。まあ僕ら日本語が読めるからといって昔の文章が読めるものわけではないというようなもので、日本語であってもそのいわゆる古典は読めないんですよ、古文書は、はい、で飾り文字って古文書みたいなもんだから、アラビア語は読めても、え、何と書いてあるかなかなか読めない、あ、そういうものなんだ、小池さん読めなかったかもしれないねと思ったわけですよ、はい、でもうこれはね本当に日本アラビア語学科で、日本の大学のアラビア語学科出て向こうにずっといた人も何と書いてあるんだろうっていう、うん、あ、そういうことなんだって、まあ、これ新しい発見でしたね。で専門家に確認はしてもらったら、まあ、毎日新聞とポストに書いてある通りです、小池大学評議会が小池さんの卒業学士号を授与したのは12月29日って書いて、はい、10月じゃなかったんですかと、ずっと1976年の10月に卒業したというふうにカイロ大学声明もそうだし、はい、まあ、小池さんもずっと言ってきた。でも卒業証書には12月29日に大学評議会は学士号を授与することを決定したと書いてある。うーん、じゃあでこれは正しいんだと小池さん言ってるわけだから、はい、ああそうなんですねと、大学卒業したのは1976年の12月29日に決まったんですねと、じゃあ10月だ10月だってずっとカイロ大学がそう言ってきたってことはどういうことなんだろう。でそれは確かめもせずにある時10月だと言ってみんなコピペしてずっと出してただけなんじゃないのかと、うん、まあいうふうにもあるから、これは矛盾していますよねと。でこんなことはね、ずいぶん前から読めば分かるはずなんですよ誰も読んでなかったってことですよね、うん、アラビアの数字って、はい、アラビア数字って言うから同じ日本で使ってるのと同じかと思うと違うんですよ。違うんですね。違う。
だから数字が読めないってことが起こる、うん、補足です。そうで、あのもう一つはね、卒業証明書っていうね、で卒業を決めるのは大学なんですよ、はい、で学部は単位を取ったかどうかっていう、それの判定をする。まあこれ日本も同じで、うん、あの卒業をあの認めて学位を授与するのは大学だから学部じゃないんですよね、うん、で卒業証明書は学部が出してくれる、はい、またあの日本でも学部のところに行けばくれるから、あのそういうことなんですけれども、で、教授会は学部がその、まあ、認定したのは多分10月だということで書いてあるんだろうと思うんですけど、その10月に社会学科が学士号を授与し、学士号を授与した小池百合子にうんぬんって書いてあるから、うん、10月に学士号は授与されてないよねと、76年に、はい、とこれとの関係はどういうことなんだろうと。で、さらに言うと、1976年の12月29日に大学が、はい、学士号を授与すると決めた。12月残りは30日と31日しかないんですよ、はい、ね、それで、あの証明書を、卒業証明書を発行したのは2週間後なんですね、あの日付は、はい、1月の何日だ、13日だったかな、何日、まあ、要するに水曜日、29日が水曜日で2週間後の水曜日に発行されている、うん、で小池さんはいつ日本に帰ってきたんだろうということなんですね、はい、で小池さんのその本によると、そのドーム湾空港でエジプトの飛行機が着陸に失敗してたくさん事故があった、うん、私はそれに乗らなかったので命拾いしました、うん、そうか、24日以降ですよねと、12月24日以降の飛行機だった。で大学評議会が学士号を授与するときってのは29日だよねと、年明けには日本に帰ってるよねと、といつの飛行機に乗ったかということと、その学士号の授与ということを小池さんが知ったのはいつなんだと、29日に決めて30日が、木曜日です。金曜日はお休みですから、はい、ね、1日しかない、うん、ね、そうすると卒業証明書の申請っていつしたんだろうと、どこでしたんだろうと、でその2週間後に発行されてるわけですから、卒業証明書はね、でなんかあの推理小説みたいだけど、何月何日何日何日っていう、その1976年の12月29日から発行されるまでの間、このわずか2週間はどういうことがあったんだろうなと、というまずはそういうあの推理小説みたいな話が、まあ、あるんですけども、はい、と申請をしないで発行されちゃうってことはないんですね。あの、そうですよね、証明書はね、書いてある、求めに応じて発行したって書いてあるから、はいはい、その求めはいつしたんだっていうことなんですよ、はい、あの学士号授与を卒業したっていうことがあの認定されて初めて求めができるわけだから、はい、その年末のその2週間の間のどこに求め、つまり申請したんだろうなっていうのもよくわからないなと、不思議だなとは思いますよね。それにその学域っていうのをね、あの大学を卒業すればあの学士号を取ってその学域というのをもらいますよね、うん、それいわゆるその卒業証書ですよね。でそれはもらわないでじゃあ日本へ帰ってきちゃったっていうことなんですか。うん、卒業式っていうのはないんですかね。ないんですか。ないです。ないな。じゃあその学域っていうのはもらわないで日本へ帰ってきちゃったっていうことなんですか。そうです。あ、それはね、日本と違って卒業証書は全員に配られるわけではないからですね。あ、求めに応じて発行されるという、ね、特に飾り文字のものは、はい、それが欲しいという人がもらうもので飾っておくものと、はい、まあ、いうことで。実用的に必要なのは卒業証明書、写真を貼ったものね、これは即時に発行される、はい、
で卒業証書というのは飾り文字で額に入れてもいるものだから、うん、そういうものではあるんですよ。でだけど問題はね、だから卒業証書が手元に入る、要するに決めたのは1976年12月29日って書いてあるけど、証書が発行されたのは2年後です、そう書いてある。で卒業証明書、と卒業証書のもう内容、日付はそんな感じなんですけども、もう一つはいわゆる形式上で卒業証書について、番号が書いてない、それから本人のサインがないと。でまあこういうものかどうかっていうのはまあ聞いている。他のものも揃えてみる。つまり学長がその立派な卒業証書を出すときに、名前は書くけれども学籍番号を書かないのかなと、うん、で学籍番号というのは後で付け足したり欠番にしたりするというのはあまりないので、うんうん、それは書かないと、本人ということがわからないんじゃないんですかねと、まあ、いうのがまあ一つね。から卒業証書、証明書の場合にはいわゆる試験が適正に行われたかどうかというその委員会っていうのはカイロ大学で設けることになっているんですよ。試験監督委員会、はい、まあ何と日本語で訳すかって、統括監査委員会と。でそれは根拠法が、根拠の規定があって、それに基づいてやることになって、つまり、ちゃんと試験が適正に行われ、この人は単位取ってるかということをまあチェックする。でそのチーフのサインがない、うん、証明書にはね。でこれはまあ日本的に言うと瑕疵ある証明書で無効なんだろうと、まあ、思うんですけど、まあそれはどういうことなのかっていうのはこれはカイロ大学にもまた聞いてみないといけないという、うん、でことなんですね。であとはよく言われている「ひ」とか「し」とかいうね間違いで、まあアラビアの色、アラビアってアラブのにいた人に聞いてみると、そういう間違いはよくあるんだと、でいう人がまあ多いです。別に小池さんサイドの人でなくても多いです、うん、で問題はカイロ大学が正面切ってきた、聞かれた時に、うん、そうだと言うかどうかっていうのはまた別の問題かなと思ってるんです。でまあカイロ大学が例えば、まあ、マンモス校だとしてもね、エジプトの東大だと、でそれから文学部だと、アラビア語を教えてるところだと、でアラビア語を教えてるところの卒業証書、あるいは卒業証書じゃない、卒業証明書が文法的に間違ってると、ね、そういうものなんですっていうのを公文書で出すのかねと、これはまた別の問題でね。で事実上そうしてる、そうしてるって皆さんおっしゃるんです、はい、ね、いわゆる元が「ひ」とか書いてあって、うん、それで写真を全部書いた上 で出してて、それを気にしないんだと。で、あ、そうかなと、そうかもしれないねと。でもそれを大学が認めるか認めないかまた別の話でね、いわゆる卒業をしたということは、他の大学から言うと、国の大学から言うと大学院の入学資格なわけですよ、はい、そうですね、ね、で、こんな間違ってるもの、違うものが本当なんですかって思うわけですよ、うん、アメリカの大学だって日本の大学だって、うんうんうん、そんな卒業証明書を書いてみたらなんか文法的にも違うとね。でカイロ大学さん、本当にこれ本物なんですかと、大学院のに入れていいんですかこれでと、まあいうふうに なるので、うん、それはそういうふうに流通しているのが多いかもしれないが、それを大学として是とするかどうか、これは別の話です。それはカイロ大学というその大学がどんな大学かということの評価にかかる、公式な他の国の大学から見て ね、うん、だからそこはそうだそうだって、いい加減なんだと皆さんおっしゃるけど、
カイロ大学自らがいい加減だと認めるかどうか別の話だろうと思ってます。だからまあ、今言ったのはね、証明だと言って卒業証明書と卒業証書を小池さん見せてるけど、今まで誰も読もうとしたことがなかったということなんです。ただの写真絵だったんですね、ピカソの絵を見ているようにピカソすごいねすごいねと言ってただけで、でこれが証明だというからには何が書かれているかをちゃんと読んで、で、これって変じゃないかとか、あるいはそうだよねという評価をした上でそれが証明になっているかどうかをちゃんと見なきゃいけないということで、今回やったんですけど、思ったのはどうして誰も今までやらなかったんだっていう、読まなかったんだっていうことですよね。これは非常に不思議でした。卒業証明書なのか、それとも単位取得のね証明書なのか違いますよね。で、卒業証明書というふうにちゃんとそれには書いてあるんですか。文学卒業証明書はね、文学部証明書というふうに書いてあって、で大体エジプトではそれを、まあ、写真が貼ってあって、でそれを持って会社とか官庁とか行くっていうものなので、で卒業証明書の方は何て言いますか、すぐ発行されるっていう非常に実用的なものなんですね。でこれは誰に聞いても同じものだから写真が貼ってあるっていうことなんですよ。で、免許証みたいなもんだ。で成績証明書はまた別の話だから、これはまあ求められれば本人から求められれば出てくるものだけど、小池さんは一度も出したことがない、その単位を取りましたっていう証明書、単位取得の証明書と卒業証明、卒業したっていうことは学位を取ったっていうことですよね。全然違いますよね。でそれを今まで誰も読んだことがなかったので、そのどっちの証明書なのか、単位を取得しましたって証明書なのか、卒業しました学位を取りましたって証明書なのかって全然違いますよね。学位を取ったという証明書は卒業証書、ですよね。卒業証書は学位を授与するというもの、それから卒業証明書というのは学部を出て、で、ある意味じゃちゃんと単位を取ってますっていうことなんですよ。だから普通は学部の証明書でいいというのが、そこは、ね、日本の卒業証書の感覚とちょっと違う、ディプロマってその単位取得っていうのとね、卒業とやって、でその学位を取ったというのであれば学士論文を書いてるはずですよね。いわゆる卒論っていう卒業論文っていうの、でそれは、まあるかないか分かんないよね。それはね、小池さんが言った1976年のカリキュラムを見ないと分からない、で今ずっとホームページでたどってみて、分かる社会学科のカリキュラムは2013年から2014年、2013年の10月に始まって2014年の、5月に終わる、その、イギリス方式ですから、学期はそういうふうになってるんですけども、それ の, カリキュラムはホームページで見ることができる。アラビア語だから訳してもらうっていうことになるんですけども、でそれは1学年11 失礼、1学年11科目33単位なんですよ。で小池さんの時は振袖ピラミッドに登るが正しければ、10科目30単位だったんですね。その間に1科目3単位増えてると。でそれを見ると4年の後期に卒業論文っていうのは入ってるんだけど、でも問題はもっと確実にやらなきゃいけないのは1976年の75年6年のカリキュラムはどうだったかということにアクセスしなきゃいけないんだけど、それはまだアクセスできていないんです。で事柄は実証的にやらなきゃいけないので、でそれをまず捕まえなきゃいけないけれども、それはホームページではとかカイロにいる人にも
手伝ってもらってるんですけど、まだそこまではアクセスはできていないと。なんか記者会見の時に面白いことがあったんですよね、その話を。うん、あ、なんか海外大学の人が LINE してきて小池さん卒業しましたって言ったか。そうそう、これだから、うん、あのそもそも記者会見って皆さんプレスリリースでお知らせするって思われてるかもしれないんですけど、あの小島さんの場合その告発が、まあ、手記として最初に雑誌に載って、はい、で間で何回かやっているもんだから、もう記者の方たちも何度も来ているから、でその人たちだけに、うん、あの言ってたことは本当ですよ、刑事告発したんですよっていう記者会見だから、あのそんなにネットに載せるとか、あのプレスリリース出して記者クラブに入れるとか、そういうことをやらなくていいよっていう判断だったので、あの数人のそれまで来てた記者の人たちと、あとまあフリーランスで有名な都庁の取材をしている人たちとかに、あのメールで送っただけなんですよ、ね、だからネットには載ってないし、で、まあ、それに協力してくれたわけじゃないけれど、その部屋の方もただ会議っていうタイトルでしか出てない、だから知ってる人しか来ないはずなんだけど、あのあれ送ってないなって、こっちも顔で見て覚えてるかまあ大体この人誰みたいな人が来たり、怪しげな、だから写真だけ撮ってるパッて書いちゃう人もいたりで、するとこう追いかけていって、すいません飯くださいって言って、でみたいな顔されるんだけど、飯くれたら青山周平さんって、あの衆議院議員の人の秘書だったりとか、なんかなんで来たんだろう、なんで写真だけ撮ってるかって、そうそう、なんか不思議な人がいっぱい、うん、ね、その一番不思議だった不思議な割にはすごく目立っていたおじさんがいてで、あのこの方が、あの ハムザイサムさんって、この人もなんかしれっと座ってたのであのすいません飯くださいって言ったら、出てる人ね、そうそう今出てる方なんですけど、うん、東京国際大学教授っていう名刺の、うんハムザイサムさんっていう方で、それで誰かからあの聞いたのかなっていうんで、別にそれで排除するわけじゃないからどうぞっていう、そしたらススススって前の方にいらして、それで質問って言った時トップバッターで手を挙げて話をされたんだけど、明らかに質問じゃなかったんですよね、あの卒業してますよ小池さんはみたいな話だったから、みんなっていや今日そういう話じゃないしって、今日は小島さん その刑事告発しましただから、その話はいいよって、あのみんな内心記者の人たちは思っていて、で、まあ、私 もうパッパとじゃあ次ってやればよかったんだけど、ちょっとその人が話をしたもんだから、その後もこうわーって記者の人たちが集まって話を聞いてて、何ですかね、いろいろこう記者の人たちが聞いて、ああだこうだって教えてくれるのもあり、小島さんもいろいろあの心当たりがあったからということで教えていただけませんか、うん、はい、はい、学人記者クラブでね、はい、話をした時も、まあ、トップバッターはアラブの人だったんだけど、質問ね、でうん、18日はあの質問ではなくて、あの小池さんは、出てます、カイロ大学出てますよっていう、まあまあアラブ人みたいな人がいるなと思って見てたんですけども、うん、あやっぱりやっぱりと、まあ、いうことなんですが、この人はねイサム・ハムザさん、イサム・ハムザさんという人で、まあ、結構その方面では有名な人ですね、まあ、エジプト関係でね、はい、外務省ってあの外務大臣表彰って毎年やってるんですけれども、このずっと10年ぐらい弱エジプトの人を表彰してなかったんです、ところが2019年から立て続けにカイロ大学の日本語学科の人が3人パンパンパンと表彰されてるんですよ突然ね、はい、始まるんです。でこれが2019年度がサーレムさん、カラム・ハリール・サーレムさんという人がまず表彰されるんです。でこの人はカイロ大学の、
文学部日本語学科の教授で、2003年から2005年の3年間、それから2009年から2019年の間、まあ、都合8年間、うん、日本語学科の学科長だったんですね。でこの人が日本から来るジャーナリストの質問を全部跳ねのけてたわけですよ。なるほど。あの小池さんは出てます出てますと言ってた人です。これがあの2019年度の外務大臣表彰から2021年度イサム・ハムザさん外務大臣表彰を受けています。はい、でこの人は1期生ですね、日本語学科のね。さっきのサーレムさんは3期生で、この人も2007年、日本語学科長に就任をした。で2018年からは E-JUST というエジプト日本科学技術大学というのは日本の技術協力で援助で作ったんですけど、そこのセンター長をやっていた人ですね。でその翌年、2022年度は、アマード・ラハミーさんという人がいて、この人もカイロ大学 の日本語学科の1期生で、立て続けにカイロ大学日本語学科の人がパンパンパンと外務大臣表彰されてるんです。小池さんが問題になった頃ですよ、ずっとね。で、これはあの外務大臣表彰って自分でやるわけじゃなくて推薦受けてやるので、このカイロ大学の日本語学科の3人が、はい、あの立て続けに表彰されてたということは誰かが推薦してるんですよ。誰かが推薦してるんです。でそれは誰が推薦してるのかは分からない、分からない、外からね。それは担当者は知ってるでしょ。で、あのこの、まあ、カイロ大学の日本語学科ってあのいつできたかっていうのは、これ中東戦争の時ですよ。で中東戦争の時に三木さんが、はい、あの中東へ行ったわけですよね。はい、でいわゆる油外交という時なんですけれども、で、それ三木さんが言ったのは1973年の10月に中東戦争ができた、で三木さんが言ってその翌年の9月にこのカイロ大学の文学部の日本語学科っていうのが設置されるんです、だからそういう意味では日本とそのエジプトの間のその友好をあ の証しとして、はい、あるいは日本のがあの油外交をやる拠点としてこのカイロ大学の文学部日本語学科っていうのは作った。だからそういう意味では日本にとっては大切なところで、まあよくエージェントって話があるんですけど、日本と日本からエジプトへの借款ってどのくらいあるかっていうと、はい、あの支援というのは2012年度から2021年の10年間で約1兆円なんです。1兆円、はい、1兆円10年間で1兆円エジプトに渡ってます、で2023年12月に、岸田さんとシシ大統領が会った時には2024年に、340億円の支援を約束する、まあ、こういうふうになって、まあ、あの最近の援助もこれ国が やるということなんですが、でこの1兆円の援助の中で、いわゆる教育関係というのは日本語学科は、まあ、中東戦争の時作ってるんですけど、エジプト日本教育パートナーシップ、これは2016年の2月、はい、それからハムザさんがいる、エジプト日本科学技術大学、これは2010年設立なんですけれども、まあ、これが大きいですね。それからあとは国立エジプト文明博物館というのも、約500億円の円借款、技術協力をやって作った。でこの文化関係のものはね、特に小池さんの貢献が大きいと言われているんです、はい、例えばJICA のホームページを見てみるとですね、2022年11月に小池さんはエジプトを公式訪問した。公式っていうのはあれだけど、小池さん毎年日本語学科行ってるんですけど、ちゃんと問題ないかないかとかいうことを確認しに行ってるわけだけど、
2022年の11月には東京都知事としてちゃんと言ってるわけですよ、ええうん、でその時に訪問したということについて JICA の、 ホームページの中でどう書いてるかというと、小池知事を迎えたアドリ学長よりこれまでの歴史を振り返りつつその設立の土台となったエジプト日本両国の関係強化に長く取り組まれてきた小池都知事の尽力に感謝が述べられた、ね、で将来的な東京都とイージャストとの連携の可能性について勉強を言及しました。つまりJICA のホームページを読むと小池さんはこのイージャストにすごく貢献をしました。でこのイージャストにいるのがこの、その時にやって演説をぶって帰っていった人ですね。ハムザイサムさん。ハムザイサムさんですね。本人と。本人。本人。本人が。この人だというね。で、なんで来ちゃったのかなって逆に私は。ねうん、それで、その二人、その人も今東京国際大学だから、はい、表彰を受けられたその受けたハムザさんもラハミさんもそうだけど、東京国際大学は小池さんと縁があるのかしらと。いうふうにもなんか思うけどないかもしれませんね、はい、ではですね、ここで一旦お知らせを挟みましてこの話続きに参りたいと思います。ではお知らせ。せーの、手洗いキュ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 帰った時もご飯の前もカワウソくん丁寧に洗うんだよ。手洗いキュキュキュ東京新聞ホットウェブで検索。こんばんは、内田誠です。こんばんは、内田誠です。アロハ内田です。うちのデモクラジオ、今日も、午後8時から12時までの2時間、お付き合いください。ゲストをお迎えしております。アーサー・ビナードさんです。トマラキコさんです。よろしくお願いします。よろしくご一緒に2時間をお過ごしくださいませ。東京新聞は家計に優しいって聞いたけど、カッパ君は浮いたお金でハワイからお取り寄せしたんだって。ハワイ、ちょっとちょっとちょっと、家計に優しく東京新聞、お申し込みはこちら。小池都知事の問題、まあ、都知事選挙がね7月7日に行われますんで、まあ、それに向けての話ということになるんですが、ここに来てですね、その小池さんと、エジプト方面のどうも癒着みたいなのがあるねという話になってきました。ちょっとその辺に少し焦点を絞ってお話をいろいろ伺いたいと思うんですが、どうぞお願いします。補足いや補足じゃなくてもうストレートにおっしゃってください。ストレートにね、はい、6月18日のその告発しました記者会見を、はい、まあメールで記者を呼んで司会もしたんですけれども、なんでこのハムザさんが、はい、ハムザイサムさんが来たんだろうと、うん、誰から聞いたのかなって、その記者会見ってメールってあるから誰でも行けるんだ、まあ誰でもお越しくださいっていうのはその送った記者には書いてあるんですけど、はい、メールがメールですからね、メール以外の方法で知らせてないので、うん、誰から聞いてきたんですかっていうのをすごく聞きたいなと思うし、まあ来て開口一番小池さんは卒業してるんですって言ったら、あ小池さんに頼まれてきたのかなって平たくみんなそう思う、うん、私はそう思っちゃったっていう。ましてこの人ジャーナリストでも記者でもないわけですよね。学校の先生、先生ですよね。67歳のだからまあおじいちゃま教授ですよね、うん、東京国際大学にいる、うん、埼玉にいる、埼玉からわざわざ来て誰から聞いたんだろうっていう、最初はねどういう人かわからなかったから、で前回のその外国人記者クラブの記者会見も、はい、そっちは主催じゃなかったから見てるだけ、うん、カルドンさんっていうやっぱりこの方はシリアなのでエジプトの人じゃないんですけど、でまあエジプトは卒業証書がいい加減だからそんないろいろ間違いもあるして誰か出てるって中でできてるんじゃないのみたいな
ことを言っていて、みんなまた最初のトップバッターの質問だったからまたかみたいな感じではあったけど、で そういえば立ち話でそのイサム・ハムザさんと最後の時にね話をして、で、まあ、大学の先生、僕はカイロ大学にいたんだって言うから、まあ、だとしたらね、じゃあなんでフェイスブックに、大使館のフェイスブックにカイロ大学声明っていうのは載るんですかねって私言ったんですよ。だってちゃんとした公式ホームページがあるし、すごくきちんと書いてあるわけだから、本当に公式にカイロ大学が発表したいんだったら自分とこのホームページに載せますよねって。でなんであの大使館、日本にある在日エジプト大使館のホームページにそんなもんが載るんですかね、大学の関係者だったらそれおかしいって思いませんかってついふと思って言ったんですよ、ね、聞いたんですね、聞いたんですよ、はい、もう最後のね、みんなもう撤収も終わって、うん、もう帰りますよみたいな時に、はい、そしたらそのハムザさんが、いやだってフェイスブックはみんなが見るでしょって、で公式ホームページっていうのは、まあ、見るっつったって学生ですよって、数少ないんですよっていうわけ。その時私、あれこの人が載せたのかなってそんな口酸っぱく、そいやいやホームページはみんなが見るからって言い張らなくてもなって両方に載せればいいじゃないですかねっていうか、あのなんかそれを私の質問の趣旨を捉えてないっていうか、別にあなたをあの批判したわけじゃないんだけど、むしろなんかその話聞くとあれですね、あのみんなが見るからフェイスブックの方に出せよというふうに指示したかのように聞こえますよ、ね、というか自分が判断して、ね、なんかその判断にケチつけられてるから、うん、でムッとしたみたいな、僕は日本語で、大使館の判断日本語ね、ペラペラですよ、いや日本語なのねあ、そうそうその声明をね、そう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 、いやみんなで見ることができるね、今みんなっていうのは日本人ってことね、だから我々見ることができるね、そうそう、それがカイロ大学声明と言われるもので、それに小島さんが加担、あの発端のところで加担してたっていう、その話ね、あのだからフェイスブックだけじゃなくて、そのあの両方に載せなくちゃおかしいですよね本当はね、本当はね、どこから先に、それ、あなたのせいとか言って全然言ってないんですよ、はいはい、じゃあ小島さんちょっとまた話を、はい、まあ、小池さんはね、多分あのハムザさんが来られたってことも、もうそうなんだろうけど、あのいろん、まあ、あの都知事選挙を控えてね、はい、もういろんなところをウォッチしてるんだろうと思うんです、で、まあ、それでハムザさんがあの来たのかどうかわからないけれども、うん、あのまあ、あの一つは、ね、記者会見をするということも、まあ、情報を捕まえてこれは情報を取っておかなきゃいけないかなと、うん、まあそれはあの YouTube でも見られるわけですけれどもね、はい、で、あの、まあ、もう一つはね、そのあの卒業証書卒業証明書って、まあ、正攻法でずっと見ていくわけだから、卒業証書卒業証明書に何が書いてあるかということを、その見て内容と形式をね見て、あの矛盾があって、で片方で北原さんが言ってることがあって、まあ、入学と卒業というのがあってね、あの2072年の10月に入学したっていう小池さんの言い分と、それから北原さんやあの調度員さんが言う、うん、あの次の年に2年生に編入した、でフラッシュでお兄さんの勇さんっていうのが出てて、あの調度員さんが言ってるのはみんな嘘だと言ってるけどでもその中に2年生2年に編入したって勇さんも言ってるんですよね。あ、そうですか、うん、その記事の中では、あだから、え、調度員さんの言ってること嘘じゃないじゃん、2年に編入したって書いてあるじゃんってねで、じゃあやっぱり2年に編入したのかなと、まあ思ったり、まあそういうようなあの違いの中のどっちが信憑性があるかっていう、はい、あのことをいろんな証拠に基づいてやっていく。で、まあ、でその中で一番、まあ、もう一つ大きかったのは、小池さんは大学をの進級試験に合格するだけのアラビア語能力がないと、まあ、いう話をしたわけです。つまりあのカイロアメリカン大学を出ての、はい、あのアラビア語コースへ行って、本当に大学の授業を受けられるには3年行かなきゃいけないんですよ。1年行っただけでは完全1年目のコースをやっただけでは
日常会話ができる程度なんです。で2年目をやってこれが中級をやってで文豪がある程度できるようになる。で3年になって初めて学生3年間履修してカイロ大いわゆる大学の人学生と競争できる能力が出るっていうカリキュラムの作り方なんですよ。でアラビア語はまあ書かれてるものはみんな文語なので文語はマスターしなきゃいけない、はい、でまあ日本から留学する人もまずは日本のアラビア語学科で2年ぐらいはちゃんと文語をやってマスターして、うん、それで、まあ、向こう行ってまたアラビア語をやってっていうでそれでまあ大学入ってっていうね、まあ、そのくらいのことはやるわけですけれどもまずは文語が読めなきゃいけない書けなきゃいけない、ということがあってでも講義を口語でやることもあるから、はい、文語だけじゃダメだと。まあ、で両方そのマスターしてないと授業についていけないと。で文語は読めないとそもそも試験問題文語で書いてあるから何が書いてあるか分かんないと、ね、で文語ってイメージものすごく平たく言うと今光る君でやってるけど、平安時代は朝鮮も日本も中国も一疎通できた漢字だからですよ、はい、あれが文語ですね。でところが言葉が全部違うわけだからだから両方やらないと、まあ、いけない。でアラビア語の能力ということで多分 X に小池さんのアラビア語のツイッターを載せた。でアラビア語のツイッターを載せたら飯山あかりさんに小池さんはカタカナを読んでると言ってた。そうなんですよ。小池さんが書いた3日で覚えるアラビア語これカタカナなんですよ。カタカナでいいんだっていう本が小池さんの著書3日で覚えるアラビア語なんですよ、はい、だから飯山あかりさんが小池さんのアラビア語はカタカナだって言って、うん、そうだよねそう書いてあるそういう著書があるよとと思いました、はい、まあこれ余談ですけどね小池さん本人がそう書いてるんですねカタカナで、ね、それで、いや今のボードありますか。あボードすいませんすいません予算の話という、そちらの方へもういよいよ本題のところに入っていただきたいと思うんですが、じゃあそれは振って、いや私が振らなくてもいいです。もう小島さんがお話しいただくということで聞いていただいてるわけですからどんどん喋ってください、はい、でも何も、じゃあちょっと都知事選挙、はいはい、都知事選挙の方、はい、もうそれが伺いたかったんです、はい、都知事選挙でね知事が変わると世の中が全部変わるとかね、はあ、そういうふうにその、まあ、変わるんですよってみんな言いたいんだけど、うん、そんな変わらないんです実はね、はい、これはね、6年度のあれかな、令和6年度の地方財政白書なんですけど予算を作っていくときにやっぱり継続経常費みたいなものはいっぱいあるんです。人件費は削れないし、うん、毎年配ってるお金は変えられないと。で大体予算の9割は経常経費で毎年同じなんです、うんね、でそうするとね、まあ、9割以上なんですけども、はい、で誰がやってもこのものは変わらないんです。ということは都知予算的に言うと知事が変わって予算の配分が変わるのは、数パーセントなんです。で90数パーセントは誰がやっても変わらないんです。はあ。で予算作業というのは来年度の新規項目は何だと言ってずっとやってくるんだ、はい、行くんだけどそれは 10% 以内です。新規項目はどうのこうの、はい、だから世の中例えば蓮舫さんがなると変わっちゃうとかね、うん、なんとかさんが出ると変わっちゃう小池さんが出たら給付は続くとかね、うん、いろいろ言うけど給付人件費とか給付関係は変わらないんですよ。一旦切っちゃうもう切っちゃうと困るからだから子育てだなんだかんだっていうベースのものは誰がやっても変わらないんです、ええええ、そうですね。まあ、そういうのが、まあ、経常経費化するので予算を作るときに切ってもいいものは一時金にするんですよ。
一時金だと来年度は期待値がないので、あの給付をやってもね、うん、あの次にスクラップできると。ところが継続給付でやっちゃうと、あの期待値が生まれるので、はい、それを切ることが難しいんですね。でそれは経常経費化してしまうというんです。で大体90数パーセントが、まあ、あの自治体によって違うんですけど、変わらない。で極端に言うと知事や市長になってね、これをやると言ってなったけれども、うん、いざ蓋を開けてみるとほとんど財源がないというケースだってあるんです。もうほとんど経常経費で、はい、そうするとそれは知事市長が最初にやらなきゃいけないのは経費を圧縮して自由度があるお金を作ることなんです。でもそれでもあのそんなにたくさんはできない。だから知事が自由にできるっていうのはあのできて数パ 5% ぐらい、まあ、保坂さんのところも 5% の改革っていうんだけど、これは合ってます。あの知事が変わってできるのは予算的には 5% ぐらいで、これはね僕の自治体 あのアドバイスの経験から言っても同じです、はい、であのところが東京都は一般会計がすごく大きいので、8兆円だとして 5% は4000億円ですよ。小さな県の1年分の予算が 5% です、うん、だからその 8% をどう使うかと、4000億円どう使うかと、いうことが変わる。だから、まあ、あの子育てやら何やらかんやらという継続給付は誰がやっても変わらない、切れないです、それはもうね、まあ、ということなので、あの、まあ、いろんなお話をされてるけど、はい、予算的に言うとその5000億4、5000億 5% をどう使うかというのが知事の裁量の範囲というのが現実です、はい、なるほど。 で東京都の歳入なんですけど、はい、なんで東京都はもう何でもできちゃうのかと、うん、もう無償化オンパレードなんですよ、はい、東京都は。で豊洲だって7、8000億、あ7000億ぐらいか、作って、使って作ってますよね、はい、からオリンピックでも1兆円はぐらい使ってる、からコロナでもものすごい使ってる。それでも財政は豊かなんですよ、うん、使っても使っても入ってくるという構造は、この法人2税のが2兆円あるんですね。で全国で納入される法人2税っていうのは、まあ、5兆円ちょっとなんですけれども、東京は本社があるので 40% が東京に入ってくるんです。で例えば工場が群馬県にあろうが、ね、長野県にあろうが、はい、でまあ、そこでいろんな経済活動してるんですけど、本社が東京にあるので全国の法人税の4割は東京に入るんです。だから豊かなんです、うん、でそういう意味では地方に助けられているにもかかわらず、本社があるだけですから。でも東京はこの豊かな財源を都民だけのものにして使っちゃおうと、まあ、いうことになってるわけですね。だから東京以外から見ると変じゃないかと、ね、東京にいる人はいいですけど、でも東京以外の知事さんから見るとこんなにたくさん取っていいのと、おかしいじゃないですかと、まあ、いう話になる。これはもう東京に住んでいる人は地方の話を理解してほしい、うん、まあ、僕も岐阜県と愛知県の両方ですけど、まあ、生まれは岐阜県で学校は愛知県ですけれども、愛知県ってすごく豊かな県ですけど、それでも愛知県から東京を見ると東京を取りすぎというふうには思います。で東京にお金が集まっていると同時に人も集まっているという結果、何が起こったかと、これは日清の研究所のものなんですけど、子どもの絶対数を見た。で、この1995年から2021年の間、子どもの数が東北の5県、これはもう半分になっている。で東京はそのいわゆる、子どもを産む適齢期の女性を東北から東京に集めて、それで結婚しにくくして、
いるので、でもどん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 入ってくるから、子どもの数だけでいくと 1% しか減っていない。だから出生率が最低にもかかわらず、うん、子どもの数は減っていないということは、人口、人が流入しているからです。だから極端に言うと、現在の少子化は東北、主に東北なんですけども、上野駅から始まって、日本の労働力っていうのは東北から来てるんですけれども、東北から人を集めて、子どもが産みにくい東京に寄せて、うん、だから全国が子どもの数を加速化していると、まあ、東京一極集中が日本を滅ぼすっていうのは少子化に限って言えばそうなので、国に先駆けて少子化対策をやりますじゃなくて、東京が少子化対策のもうあり地獄のようになってるわけだから、ここをしっかりやらなければ日本の少子化は止まらないと、東京をしっかりやらなければ。で、そういう意味ではね、その、全国からのもう4割も集めてるお金をどうやってその地方に分け、で、あるいは東京に集まってきている人を地方にそのでも暮らせるように戻していけるかと、まあ、いうことが一つ の、はい、大きな問題になるんですけれども、で、人口が次の100年は明治に戻って半分になる、はい、つまり人口減少社会ではなくて人口半減社会なわけですよ、次はね。で、人口半減社会にもかかわらず東京への集中は加速するんです。で、これは日本全国の人口と、それから東京都が作っている都の人口を分けていくと、人口集中率今 11% ちょっとなんですけれども、その50年後ぐらいになって2065年になると 13.41%、 日本の人口が減っていくにつれ東京への人口集中がさらに加速すると。で、この東京だって安穏としていられないのは、ずっと年寄りが200万人もいるってことなんですよ、この東京に。で、それをその東京だけで解決できるかと、まあ、いう問題があって、東京だけではもはや解決はできないというので、少子化に対して胸を張っている場合じゃないんです、東京は、東京が元凶です。そうだな。で、もう一つ、神宮、はい、小池さんの言い方は、まず第一、問題そのものがないとまず言う。次に、いや、びっくり、これはね、小池さんの和法なんです、はい、問題そのものがないことにしてしまう。ということがまず第一で、で、次は問題があるという場合にも、法令に基づいてやっています。で、あなたの言うことは当たりません、結論だけ言う、理由は言わない、ね、で、議論はしない。で、大体この2つの和法でやってきてるんですね。で、なんていうかな、対話、およそ対話しないという学校で、私に文句言うなと、まあ、いう感じですけどね。で、一つはね、今進んでいるのは三井不動産の神宮外苑にするというのが、まあ、一つですね。で、それはこんな姿になる。で、次はもう一つはですね、これはイコモスの言ってるものですね、はい、100年後は人口が減っていくので、その高層ビルのばかりの日本にしないと、で、東京にしないと。で、まあ、江戸からずっと続いてきたその400年の歴史のある東京にする。で、これが人口減少社会のおける次の都市計画だ。で、これはお金の問題じゃないんです。さっき言った金があればできる政策、いわゆるばらまき政策ですね、はい、で、金がなければできない政策、同じです。だから東京は無償化オンパレードできるけれども、その関東圏の千葉、埼玉、神奈川、
千葉埼玉神奈川も裕福です、日本から言えば、うん、あの2位が、県民所得でいうと1位が東京、2位が愛知、3、4、5がそのものですよ、ものすごい豊かなところ、首都圏の、はい、首都圏です。千葉、神奈川、埼玉でもそれでもできないんですよ、東京のような無償化オンパレードは、うん、だからあの押して知るべしで他の県ではできないんです、うん、つまりすごいねっていうのはお金があればどこの県だってできるんですよ、はい、お金がないからどこの県もできないんです、うん、もう単純な話なんです。でこれはあのお金の話ではなくて、まちづくりをどうするかっていう話なんですね。でこれ自体はあ の問題は後出しじゃんけんで出てきたのは、あの神宮外苑を開発するのは、明治神宮の内苑を守るためだという話になってきてます。で明治神宮の内苑を護持する、護持って宗教用語ですけどね。でこれって最近聞いたよね。でもしそれならば都市計画審議会にかけるときから最初からこの開発の目的は内苑の護持である、でその外苑で金を生み出して内苑を守るということで審議をお願いしますって言うべきなんですよ。その最初から嘘でしょって都市計画審議会にかけたのが。でもう一つの問題点は、明治神宮って宗教法人ですよね、宗教法人を守るために都市計画を動かしたんですか、と。おかしい、これって変じゃないですか。でもう一つは、先だって国会、まあ、国会議員の先生にも、まあ、議員にも話をしたんですけれども、はい、小池さんが言ってるのは JSC ですね、あの新国立と秩父の宮ラグビー場、これは国なんですよねって言ってるわけですよ、うん、で、国がにも東京都は国に対しその事業者 JSC に対してもしっかり緑を守ってくださいねと言っていますよと、まあ、国に問題が預けられてるんですよと、うん、で国の方も東京都がそう言ってるんだから事業者って民間じゃないんですよ、うん、JSC はだからあの国の方でもしっかりやってくださいねと。でもっと言うと、秩父宮ラグビー場は JSC 国のところですね、あの敷地は青山通りに近いから地価が高いんですよ、普通に普通の取引をすると。で神宮球場の方が奥まってるから安いはずです。ところが土地を交換することによって明治神宮が儲かる仕組みって言ってるわけですよ。それは国の土地を安く明治神宮に売って、で明治神宮を儲けさせるっていうことですよね。それは宗教法人に対して国がお金をあげるということじゃないですか。それって憲法違反じゃないですか。これは国の方の、あの問題でね。でそれを可能にするのが権利返還ということなんだけれども、あの空中権がその秩父宮ラグビー場の敷地の上にあるというならば、その値段以上に高いはずなんですよ。明治神宮が交換で儲かるはずがない、普通に考えてね。でそれを儲かるようにするってことは国が損するってことですよと、普通は。あのだからそれはあの国の方でもしっかりあの考えていかないと根本的に憲法問題になるんじゃないんですか、うん、と。もうちょっと平たく言うと、明治神宮の代表が三井不動産の役員の人だから取締役だったっけな、だから明治神宮が儲かるっていうことは、まあ、明治神宮の判断として三井不動産が判断できるっていう形になってしまっているので、明治神宮かっこ三井不動産判断としては、判断権としては、だから三井不動産が国から安く払い下げて三井不動産が儲かるっていう仕組みのこと、あからさまに言うとそうなるですかね、うん、
と思うんですけど、ね、という解釈でいいんでしょうか。うん、まあ明治神宮もう一つはね、はい、その上にまあ、JSC とつまり国の法人ですよね、 JSC とその明治神宮の取引があって、はい、それで明治神宮の土地のところかなにビルを建てていく、まあ、いうことになるから、さらにその神宮と三井不動産の間の取引が続いていくと。で今前北さんが言ったのは三井不動産の役員っていうか、まあ、お偉いさんですよね、会長をやってた人が明治神宮の総代やってたから、まあ双方代理じゃないけど利益相反になっちゃうんじゃないんですかと、法律的に言えばね、そういう問題もあるけれども、まずは土地交換のということが問題なんで、でその今の話はその次の段階の話ね。だからそこはさせちゃいけないですよ。ものすごく不透明です、その土地交換の値段の設定ね。その土地交換をする目的っていうか、それがね、ラグビー場と野球場が老朽化していて建て直さなきゃいけない、だけどその試合は年間こう通してやらなきゃいけないので、そのためにその第二球場の方に一旦移して、で、そこに新しいの壊して建設してっていうことをやるために、その土地を交換しなくちゃいけないんだっていう理屈なんですよね。だけどその耐震構造とかそういうことももう対処は済んでるし、日本建築家協会の方で、別に老朽化してないと。でそれとラグビー場も野球場も非常に建築物として価値のあるものなんで、わざわざ壊すっていう必要性はどこにもないということが発表されてるんですよね。だけどそのことはほとんど報道されない。でそもそもがその土地を交換するっていうのもその老朽化しているからっていう理屈なんだけど、それ自体が科学的に証明されてないっていうことがありますよね。丸山さんずっと何かあんまりこう聞いてても実はよくわからない、ただね、僕は非常にはっきりしてることで言うとね、はい、小池さんっていう人が、つまりその自民党が今進めてるようなその、なんていうんですかね、産業構造の変化も含めてですけれども、そういう大企業に奉仕するその中の、まあ、先兵としてね頑張ってらっしゃるということなんだろうと思うんだよね。でね、その神宮の話は、まあ、細かく言うといろんなそういう問題出てくると思うんですけども、簡単に言うと、ああいう緑のあるようなああいう環境をなぜ壊さなきゃいけないのか、あそこになぜ高層ビルが必要なのか、要するにお金儲けのためなんでしょ、誰かの。そうするとその誰かのお金儲けのためのことをいっぱいやってますねっていうのがね、今回の争点なんだと思うんですね、はい、で開発っていうのが、まあ、つまり日本中で行われてるみたいなんだけど、それから、まあ、つまりゼネコンを中心としていろんなところからですね、そういう意味で大企業から、お金が入ってくるのが自民党 の金問題なんですよね。でその仕掛けが一つバックにあって、で金子さん小池さんの場合もそういう状況がこう一方であって、で例えばその神宮もそうだし、築地の話もありますよね、これもこの市民のための住宅だったはずが、実はみんなこう買い占められちゃってるという話がある。でなんでそんなことになるんですかっていう話でしょ。でつまりね、そういうこのなんていうかな、大企業にお金が落ちることばっかり考えてる。でプロジェクターでその何ですか、この東京に都庁になんかね、ゴジラを動かすとかやるらしいんだけどそんなことをやって、それで、それは一体何のためなんですかっていう話ですね。外国人を呼ぶためなんですか。でしかし実際にはそこの ところではお金最初ね6うんと
6、70人って言ってた、この食料支援が、はい、今や700人ですよ。そういう状態になっていることをどうするのか、うん、つまりね、やっぱりこの、なんていうんだろう、今細かい話がいっぱい出てきますし、それはもう本当にその通りなんだと思うけど、都政って一体何ですか、地方自治体ってどういう役割を果たすんですかっていうことがね、今問われてるんだと思うんだよね。で、お金があるからたまたまそうだと、お金があるんだったら、まさにその蓮舫さんが言ってるみたいに、その若い人に、結婚できない人にどうやってこう、そういう状況を作っていくかとかね、このいろいろあると思うんですけど、病院の数が、病床の数がいっぺんに減っちゃったとかね、それなんでそんなことにならなきゃいけないのか、お医者さんも足りない、看護師さんも足りないんでしょ、だったらそういうこともやらなきゃいけない、だからいろいろそういう、このなんていうかな、とんでもないことがいっぱい起こってるのを知らん顔して、そういう開発問題に走っている、お金儲けに走るような形になっている、そういう都政でいいのか、それを変えるしかないんじゃないかって思うんだよね。だからそこがいっぱいやっぱり一番の争点だと思いますよ。この明治神宮の外苑っていうのは、ね、公共の場所ですよね。その公共のみんなのものにするからという約束で、無料で払い下げられているものなんですよね。で、それをそのごく一部の、はっきり言って三井不動産というところが設けるということに使ってしまうっていうことは、それは最初の約束と違いますよね。で、そういうことを、そういうふうにごく一部の人の利益になるために、その公共のものを売り飛ばすということをストップするのが都知事の役割ですよね。で、これそもそもね、その例えば環境アセスメント、東京都の環境アセスメントの審議会でも、これは異議があるとダメだっていうふうに言われているのに、その日にですね、小池都知事は工事の着工のサインを出しちゃったんですね。で、一番最初にですね、この計画が都知事のところに上がってきた時に、工事のその許可を下ろすかどうかっていう時に、これはダメだと、全体とこう出来上がるビルとかね、それから樹木を伐採するだとか、そういうことっていうのを、これはもうダメだということで、そこで都知事がストップするというのが都知事の権限であり、しなければならない責任だったんですが、それをまあそもそもしてないからこういうことになっちゃってるわけですね。で、今国際問題になっていて、こういうふうに樹木を大量に伐採したりするっていうことはですね、これ生存権に、生存権を脅かすこと、これは世界中に悪影響がいくわけですから、今温暖化の時代 でそういうふうになっているということは、ね、東京の首都で行われている。で、その、ストップする権限も許可する権限も都知事が握っている。その都知事がこの事業者の中に実際には、まあ、事業者に入ってるわけですよね。で、そういうことはね、その問題にならないっていうこと自体がおかしいと思いますね。都知事がね、どれだけの権限を持っているのかっていうことで言うと、まあ、例えばね、僕のところの例をちょっと引いてもいいんですけど、私のところでは、つまり、まあ、皆さん、まあ、何回も言ってるように、東京外環道が通ってるわけね。で、東京外環道が通っている、それをと、この地下を掘ることを、住宅の下に地下で掘って道を作るということを承認したのは、国と都なんだよね。で、これはもう石原さんの時代なんだけど、はい、で、今の時代になってくると、小池さんの、まさに小池さんの時代なんだけど、陥没事故が起きたわけですよ。で、しかも裁判所は、それでそのこのことをずっと続けていくと、他の人にも迷惑かかる、まあ、私がそうなんだけど、非常にその人権を侵されるような状態になっていると、住宅が壊れちゃって、生命財産に危険があるというふうに言われてるわけです。で、そうしたらさ、ちょっと待って、止めるっていうのがね、これはね、僕はその許可をした人、承認した人の責任だと思うんだよ。で、実際にね、今私のうちの周辺なんてのはもう、板囲いの工場街ですよ。ものすごく静かなね、武者工事者さんが住んでたような、そういう、そのそばなんですが、そこは今、もう白い、こう、なんていうんですかね、塀に囲まれて、
で中でこあのブルドーザーが動いてる、そういう状態です。もう昨日あたりもね、なんかドンドンとするから何だって見に行ったらブルドーザー2つ動いてんだね、隣ということね、まあ、つまりそういう状態、はい、でそんなことが起こってしまうようなことを小池さんって一度も見に来てないんだよね、もう3年なんですよね、はい、でそういうことずっと何回もね、そういうそのなんていうか陳情やなんか書面持ってったりなんかいろいろやってんだよ、なんかそこに象徴されてるような気がしますね、うん、そういうふうに、はい、つまりこの、まあ、さっきね言われてたけど神宮の話も対応しないわけでしょ、うん、で、ね、坂本さんがああいうふうにこう手紙書いたりなんかしてもそれでも心を動かさられないっていうのは僕よく分かんないんだけど、正直言ってなんか、ありがとうございます。とっても、時間。とっても、あ、ごめんなさい。とってもね、プロパガンダを感じるんですよね。口封じというか。はい、なんか、対話がないだっていうことを言っていかないと、はい、対話がまるであるかのように勘違いされるから、その、マスコミ、特にマスコミ、やられちゃってるマスコミ、あ、マスコミがやられちゃってるんだよっていうことも伝えられる。メディアが伝えないといけないですねって思います。はい、それでは、一言、うん、小池さんのね、今回 の選挙の時にね、はい、首都防衛っていう言い方をしますよね、うん、もうすごく気になってるんですけど、小池さんの用語って軍事独裁政権用語だから、ファシスト用語、あ、ファシストって言って独裁政権用語なんですよ、排除粛清、ね、で今回首都防衛でしょ、で首都は防衛ではなくてね、まあ、戦時がイメージにあるんでしょう、戦争用語だからね、で首都を防衛するっていうことが目的ではなくてね、で戦時中の首都防衛何だったかっていうと、首都を守るために国民を置いといたわけですよ、まあ、子どもとかなんかは疎開させるけどね、で火事になったらいけないから消防隊っていうのを置いて首都を防衛するために、火を消すために残すわけでも、災害とかなんかの場合には危なければ逃がさなきゃいけないんですよ、うんうん、国民はそこから避難をさせ、ね、避難計画をさせ、ね、首都を守るために都民を置いて火を消させることじゃないんですよそう、だからちょっとね、首都防衛っていうと、その戦争の時に大日本帝国が首都を防衛するために何をやったかっていう、女子供は、女子供じゃ子供は疎開させたけど、ね、バケツリレーやってとにかく火を消せみたいに残すわけですよ、ちょっと危ないよねと言葉遣いが。それとね、その首都防衛についてもうちょっとはっきり彼女が言ってることで言うと、はい、シェルターって言ってるんだよね、シェルターを作って僕たちが中に入れられるんでしょうけど、それをどうするんですかね、その一体今アラートがあると机の下に潜れってやってるじゃないですか、つまり本当にそういうことなのか、はい、そういうことだとすれば、はい、そういうことが起こらないようにするのがその知事の役割なのであって、はい、例えばね、本当にそういうことが心配だったら北朝鮮行ったらいいんですよ、うん、いや本当にそうだ、どうしたらいいですかって、何が問題なんですかって言ってやればいいんですよ。そのシェルターに都民全員が入れるわけじゃないですか、ね、いや入れるわけじゃないし、のシェルターいや、つまり戦争はね、始まることをもう前提としてやってるわけだよ、はい、それ、はい、それ誰が作るんですかシェルターは、それどうせ土建屋さんとこの三井不動産が関係あるかどうか知らないけどそういうことじゃないですか、でしかもそれをね、つまり岸田内閣はどんどんそれを推進しようとしてるわけだね、はい、今このね、この都議会関係の問題は、また次回へ続くという形で、続けさせていただきたいと思います。ここで一旦お知らせを挟みます。ん、何、はい、何、はい、お知らせ、はい、わかりました。すいません、これで全部終わってしまうとですね、今日は1項目しかご紹介できなくなってしまいます、いろいろあると思いますが、はいはい、先投票まであとまだ2週間あります。放送も2回ほど、ありますので、そこでまた引き続きいろいろ語らせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。こちらの話題も大事でございます。
派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けまして、自民党が提出した改正政治資金規正法が19日参議院本会議で自民公明両党などの賛成多数により可決成立しました。国会議員に収支報告書の確認書の交付を義務付け、政治資金パーティー券購入者の公開基準額を現行の20万円超から5万円超に引き下げるものの、企業団体献金の禁止は盛り込まれず、事件の再発防止や政治資金の透明性確保に関して抜け穴だらけとの批判が根強い内容となっています。採決では全ての野党が反対しています。東京新聞2日朝刊13名他の記事なんですが、丸山さん、これについてお願いします。抜け穴っていうよりもね、むしろ解約だっていうふうに言われてるんですよね、はい、でそれこのところはどういうふうに考えるかってことなんです、うん、でそもそもいいですか、この問題が始まったのは裏金のがどうなってるのか、裏金の使い道がどうなんですか、政治金規制法でそれでいいんですかっていう話だったじゃないですか、はい、ところがそれを政治資金規正法の改正と称してね、そのむしろそういうことをまあ、いわば当たり前にしてしまう。でも一番問題なのはやっぱり企業献金なの。そのお金がどこから出てきてるかってことなんですね。じゃあ企業献金をまあゼロにするなんてことはできないとか、盛んにこの言ってるけど、本当にそうなんですかね。もらってないところだってあるわけですよね。そういう政党もあるんですよね。そういうことを考えると一体大体やっぱこの話がどうなってんだろうってことになります。でそのことについて誠実に丁寧にお答えするっていう人が何にも答えないっていう、結局そうでしょ。それはね、でしかもそのことを僕は非常に思うことで言うと、野党もしょうがないって思ってるのかね。ねえ、そういうことだと思いますよ。今マスコミの論調が大体このことに関して言うとみんなけしからんねっていうことになってるけども、まあ一部を除いてね、なってるけども、それも甘いですね、僕に言わせるとね。あの政治資金をね、企業から献金をもらわないようにするためにっていうことで、あの政党助成金っていうのを作ったわけですよね。でそれなのにその政治資金、あの政党助成金ももらっているし、企業からも献金ももらっているしっていうのは約束が違いますよね。でその政治にはお金がかかるんだって麻生大臣が言ってましたけども、何に使ってるのかと。でその使ったお金を、じゃあ使っただけのその見返りが国民にどんな形で来ているのか、それは全然わからないんですよね。で例えばスウェーデンにしても、あるいはドイツにしても、こんなにですねその政治にお金がかかる国ってないんですね。でなんで日本は政治にお金がかかるのか、もっと言えば政治家が使うお金がこんなに必要なのかと。でそこのところに、そこに根ざした政治をやってるから、国民生活がうまくいかない、貧しくなっちゃうっていうことなんじゃないかなと思うんですが、そこがちょっとも追及されないですよね。小島さん、実際にあのこの辺りの現場に近いところにいろいろいらっしゃったと思うんですが、実際こんなに政治にお金かかるっていうのは、うん、どうなんでしょう。そうね、政治にお金をかければいくらでもかかるですよ、ね、ですよ。まあそういうことですよね。かければいくらでもかかる、事務所を地元に持って、で東京にも持って、で秘書さんを雇って、はい、でボンクレ、集会、お祭り全部回っていくと、はい、これはまあものすごくエネルギーだし、それのスケジュール調整はみんな秘書さんがやるわけでしょ。で本人が行かないといけないからって走り回ると。でそれが選挙だっていうことになるわけじゃないですか、はい、ね。つまり日本の選挙のあり方がそういうものだというふうに整理をしておけば、それは金かかるわけですよ。で政党本位にするっていうことは、国会議員が顔出した出さないとか、それでその選挙やるわけじゃないと、お祭りに来たとかね、お祭りの会費を払ったとか、もう今お祭りの会費という格好で議員のお金ってどんどん出てくるんですよ。そういう意味ではね、だから正月には100万単位で出てくし、回ってたらね。
だから実際はどうかと言われれば、そういうことを やっていれば、お金はいくらでもかかる。だからね、そういう選挙のやり方を変えるっていうことで、政党を中心にしましょうねと、まあ、いうふうにやったはずなわけですよ。で、政党中心にやったから、やればそんな個人事務所を持ってうんぬんってことはなくなるんだけど、あの逆に政党中心にやってみると、その政党の中が独裁化しちゃって、うん、単なるあの手を挙げたり下げたりする要因になっちゃうと、国会議員が。でそれもまた困るよね。つまり誰々独裁一強体制になって、この国会議員が何百人もいるのに、あの党首に公認権を握られ、お金の配分を党首とにあの握られちゃって、いわゆる党にお金が行くわけだから何もできないと、まあいうことになってもまた困る。だからあの正解はその真ん中辺にあるんだろうと思うんですよ。だからあのアメリカのように金はいくらかけてもいいという選挙もあればね、あのまあヨーロッパのようにそんなあのめちゃくちゃなことはしないと、まあ、いう選挙もあるんだけど、日本の選挙をどうするかっていうのは政治改革のずっとの課題なんだけど、うん、あの今の政治改革について言えばね、はい、その国会議員の一人当たりって、まあ、国が払ってるのは 7,000万払ってるわけですよ、もともとね、あの歳費は2000万ちょっとなんですよ、国会議員の歳費っていうのは。だけど交通費が1200万あって、から立法事務費が780万ある、うん、2000万ぐらいあるんです。でこれはね、地方議員は政務活動費ですよ、うん、全まあ東京都でいうと50万かな。でこれはあの毎年領収書をつけて公開するんです、政務活動費はね、はい、でそれに不正があったりすると住民訴訟なんか受けたりして、で不正があると大抵あのもうやめなきゃいけないみたいになる。ところがこの2000万円は領収書もなしですよ、国会議員、地方議員ができてるんだから、うん、国会議員だってできるわけ、はい、だから第二の歳費になってるもんだからね、あの2000万が歳費だけど実際は4000万になっちゃうわけ。だからここ の, あの今のは政治資金の話でパーティーの話だけど、はい、もともと国から税金で出してるお金が6、7000万あって、でそこの透明化をするっていうのはまあ当然でね。それから今言ったあの政党助成金が1人当たり1億、大体いくらだ、1億7、8000万出るわけ、うん、だから1人あの1人が出ているその政党は毎年2億は入るんですよ、はい、参議院1人だと6年間で12億円なんですよ、12億、ね、だからある政党はその12億の作り使い方で内輪めめするわけですよ、誰が投資とか言って。12億円なんですよ6年間で。だからね、まあ、それを使ってそのなんていうか、まあ、東京都知事選でもなんか全部選挙しちゃったりとかね、うん、そういうことできるんです、それだけのお金が入るから、はい、だから一方でその政治パーティーやってお金を集めるって話もあるけど、もともと国から出てるお金が結構あって、そっちの使い方が問題でしょと、うん、そっちも ね、 公開基準額がね、はい、5万円に引き下げられたっていうんですけども、いやあの1円の単位からそれこそ ね、 ねスウェーデンみたいにきちっと公開するというふうにすれば、はい、かなり違ってくると思うんですよね、うん、あと10年間見10年後に公開っていうのってどうなりました？そのまんまなんですか？10年後じゃ、そうなんです、時効だよ、時効だ、時効ってそもそも何年なんだっていうのは知らないんだけれど、時効は何年なんですか？3年、時効後に公開してもなっていう、まあ、この辺のところはちゃんとあの調べた上で言わないとね、あのいけませんから、ちょっと話したいと思いますが、いやいや、あのね、要するに問題はね、つまりあの企業献金をやめるなどという発想はないってことだ、ないってことですね、うん、そこのところをね、本当にそれでいいんですかっていうことだ、うん、でね、僕ねあの、まあ、昔のこのね裁判のことなんかをちょっと調べてみたんだけども、
八幡製鉄がね、はい、この訴えの役員が訴えられたことがあるんだけど、でこれは要するに商法違反でやられてるんだよね、うん、でそもそも大体その憲法の話じゃなかったのが憲法の話にだんだんすり替えられていくんだけど、あの要するに法人にねその賛成権があるのかっていう話なんで、政治的な自由っていうのは一体どこまでこういくんですかということで、それだったらそれが政治的な自由なんだっていうことをね盛んにあの岸田さんは言ってるけど、本当にそんなことをこう思ってますかっていう話になってくると思うんだよね。やっぱりねもっと本当にそこのところをこう なんていうんだろうね、真面目に突き詰めて議論すべきだと思うしね、はい、そういうことにならないもんですか ねということでございまして、続いての話題に参りたいと思います。もう時間が少なくなっておりますね。慶応義塾の塾長による中央教育審議会部会での提案を機に、国立大学の学費値上げをめぐる議論が活発化しています。提案は AI が発展する時代の人材育成には投資が必要だとして、国立大学も私立大学が国立大学と私立大学が同じ条件の下で競争するための環境を整えるには、私立大学に比べて安い国立大学の学費を標準額を、現行のおよそ3倍にあたる150万円程度に引き上げるべきだとの内容です。東京大学は早速授業料の値上げを検討していますが、反対する学生団体は集会を開き、家計と大学という、物価高に苦しむ当事者同士で負担を押し合うことは悲劇として、国に相応の予算措置を求めています。東京新聞18日長官6名ほかという。前北さん、この問題いかがでしょう。大学もね、うん、やっぱ高等教育は国の質に大きく関わるから、あの奨学金を出している、はい、ローンにしてる人もいるけど、ローンはダメで無償の奨学金にどんどん変えていくっていう、何っていうことがすごい大事なわけじゃないですか。あの国の、まあ、成長っていうか豊かさっていうか、それが逆行しているような気がするので、はい、国立あの私学女性運動ってすごく私も関わっていて、つまり私立の学校も公立の学校のようにちゃんとしたカリキュラムをやっているんだから、ちゃんとこういうことは最低限教えましょうとか、出席率は何割ですって、それを満たしているんだから、公立と同じように補助金をくださいっていうのが私学女性運動って言って、日本で一番大きな市民運動なんですよ。毎年毎年1000人の、じゃあごめんなさい、1000人じゃない、1000万筆の署名を集めるっていう、それをずっとやんなきゃいけないってことも問題だと思うけれども、でも集めるからどんどんその私立と公立の格差がなくなってきていたと。そしたら今度はその国立、じゃあ国立上げようかって、いやそうじゃないでしょっていう、私学女性運動をしてた人たちはきっと今頃そんなことまで私たち運動しなきゃいけないのって思ってじゃないかなと。授業料を値上げするんじゃなくて補助金額をね、あの増額するっていうんだったら分かりますけど、今ねやっぱりそれでなくても言われてるのはね、あの国立の例えば東大とかそういうところへこうね行くためにはもう年収が1000万以上ないと無理だとか、そういうことがもう言われて久しいですよね。でそしたらですね、お金がないあの貧しいあの家庭に、育っててもあの大学へ行けて、そして自分の能力を発揮できるようにするっていうためには、やっぱり国からそこにね、その貧しさを補助するような補助金が出る、で、それが税金の使い方ですよね。授業料を値上げするっていうのは違いますよね。それでね、もう一つ言うと、その教育費全体を見ると、はい、教育、日本の教育費ってのは非常にこう OECD と比べても低いわけですよね。そうでしょ。で一方で軍事費みたいなものがどんどん増えてそうなんです。から例えば学術会議の問題なんかも民営化するってこういうことを、法人化するかいうことを言ってるわけだけど、それも結局のところどういうことかっていうと、なんだかんだ言って要するに学術会議がにそのなんだろう、軍事研究反対って言わせないようにしよう、でむしろそっちに協力させよう、それをどこからお金出させるか、そうすると
つまり何て言うんですかね、軍事産業も今どんどん大きくしてね、育てて育ってやっていこうっていう、そういう今のこれ学術政策なんだよね。恐ろしいことだと思ってますよ、はい、本当に。そもそも本当はね、大学卒業まで全部ね無料にできるはずなんです、はい、そうしなきゃいけないのに、はい、それがこう授業料値上げになるっていうのは違うと思いますよね、はい、そこまでアメリカの真似しなくていいよって思う自分の頭で考えようよって違う国なんだから、はい、それでは最後のエネルギー政策の問題に参ります。エネルギー政策の中長期的な指針となるエネルギー基本計画の改定に向けて国の有識者会議で議論が始まりました。2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする政府目標や電力の安定供給という課題を背景に原発推進に回帰する政府方針へのお墨付きとなる可能性があります。東京新聞17日朝刊10名ほか、はい、お願いします。これあれですよ、環境省の人が言ってましたけれども、国からですねこのエネルギー政策っていう、その原発だとか化石燃料、それから再生可能エネルギーと、まあ、それぞれこう補助金が出るんですけども、この補助金の割合が圧倒的に原子力が多いんですよね。でこれではね、やっぱりいくらね気持ちはあっても、原子力以外のことをまして再生可能エネルギーとかそっちの方へはねできないと。で結局環境省などが出しているそのエネルギー基本計画っていうのも、その握ってるところはその、まあ通産省経済産業省エネルギー庁ってとかに握っているので、結局環境省で独自にその決めたものとか独自に考えることってできないんですよね。でもその形だけはそうやってその環境っていうことも配慮した形でのエネルギー政策になっていますっていうふうになっているだけ で実際のところやっぱりその2050年前に、ね、までに温室効果をガスをの排出量をゼロにするって言ってるんですが、このやり方ではできないんですよね。原子力政策に結局お金をかける、原子力がやっぱりエネルギー政策の中核に事実上なっているということで進めている限りはそれは達成できないし、で各国他の例えばヨーロッパの国などはですね、もうとっくにその2050年の目標じゃなくて2030年までの目標っていうのを達成しちゃってるんですよね。で日本はまだねそこまで行ってないどころか全然排出量を減らせてないわけですよ。でそうこのエネルギーにそれですごくお金がかかってるわけですね。例えば福島 の第一原発、あそこにですね毎年3000億円お金がかかってるんですね。3000億円ですよ。それであと30年かかるのか40年かかるかわからないと。でそういうのは結局やっぱり巡り巡って国民の負担になってるわけで、でエネルギーにこんなにお金がかかっている限りね、やっぱり経済の、ね、発展もないですよね。そういうふうにこうつながってるんだっていうところをね、早く私たち国民は気がつかなきゃいけないし、気がついた人がですねそれを周りに知らせていかなきゃいけないと思いますね。牧田さん、マスコミのリラクタントプロパガンダだと思うんですけど、変なこと言ってすいませんリラクタントっていうのは脱力ね、うん、プロパガンダっていうのは積極的に、まあ、嘘のことを言ったり、うん、広告したりするだけれども、ことエネルギー政策に関して甲状腺がんの裁判っていう、うん、甲状腺がんになった子どもたちがこう賠償してくれって言って東電を相手に行っている民事訴訟があるんですけれども、これをものすごく見事に報道しないんですよ、うん、マスコミが。なんでこんなに報道しないのっていう。で報道するとそんなのやっちゃダメだとか、マスコミの方もさ係争中、まあ、裁判中のことは報道しないだとか言うんだけれど、本当にそんなのダメなんだっけっていうのもあるぐらい、ね、なんでそれをね報道しないのはいけないのか、罪なのかっていうと、エネルギー選択の重要な判断の一つなんですよ、うん、で裁判をしているっていうのはそのいいのか悪いのかちゃんと判断してくれ、その甲状腺がんになったのも原発事故が原因だと思って訴訟してるわけだから、原因究明のため、原因究明のため、何も断罪してるわけじゃないの でみんなで一緒に考えようと、そういうことで苦しんでいる若者たちがいるんだから、エネルギーをちゃんと選ぼうよっていう話、そのもちろん判決は先だけど判決を待ってから話すんじゃなくて、今も
こうもう実際こういうことを受けて私はこれはあの原発事故が原因だと思いますって、その日私はここにいましたって言っている人がいるわけだから、でその広い目で見るためにマスコミもっと頑張ろう、デモクラも頑張るけどねっていう、はい、それではまた来週お目にかかります。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。